第1次 UWF をレーダーチャートにしてください。まあ本当にだから歴史を言い出して長いのよこれって。猪木さんが新日本プロレスをもうやめて受け皿となる団体を新日本作ろう、それが UWF だったと言われてるんですよ。だから俺がもう多分新日本プロレスはもうこいつこいだってもうめんどくせえからと、うん、あっち行くわ、匂わせてみって言ったらフジテレビが食いつく、じゃあそっち行くわみたいな。一説によれば UWF という団体は新日本プロレスに牽制するための架空の団体だったという説もあるんですよ。要はこっちに行くよという匂わせ、なるほど、はいはいはい、で新日本プロレス大丈夫ですかって、僕こんな扱いでいいですかっていう、なるほど、視聴率落ちますよ、あっち行っちゃいますよってライバル局にっていう説もあります。でも新馬久志さんはマジで作ってるんですよ団体を、うん、でハワイかなんかで記者会見前田明とかやらせて、うん、で一説によります、これももう僕ももちろんその現場にいたわけではございません、はい、だけど猪木さんが前田に明お前 UWF に行ってくれ、俺も後で行くからって言ったと。ほうほう、で前田さんが師匠である猪木さんに言われたから、はい、わかりましたって言って、何の因縁もないのに新日本プロレスやめたっつって、何の不満もないのにって言われてるんです。だから前田明は純粋に前田明言われてるんです、その前から格闘系の団体にしたいと、うんうんうん、コンセプトは一応、うん、もう新日本プロレスはいずれね、はい、今はちょっとやっぱ飛んだり跳ねたりとか多くなってるけど、本当はちゃんと格闘技の団体にしたい、だから前田お前はその時でエースだよと佐、うん、山にも言ってるんですよ、そういうこと、佐山タイガーマスクにもね、だからそれを信じてるからそっちに「はい」って言って行くんですよ、真面目まっすぐ、うんうん、したところ旗揚げします。さっきも言いました大宮スケートセンターにコールが鳴り響くけど全く来る予定がない、うん、でも新馬さんも前田さんも来ると信用してます。当然ラッシャー木村さんも、ラッシャー木村さんも猪木さんに新日本国際プロレスから新日本プロレスに生きてるわけです。ですから猪木さんに言われてライバルだったんですよ、言われてるんですよ。でシリーズは何日か月一向に来ません、ただ待ってます、うん、蔵前国技館最終戦、まあ、いわゆる今でいう両国国技館、はいはいはい、メインが旗揚げしたシリーズの最終戦が蔵前なんてこんなすごいことはない、うん、でもさっきも言ったように表面上は裏切った人たちの塊なんですが、さっきも言ったようにやっぱりどこかつながってるわけですよ、うんうん、で新馬さんもちょっとどうなってるんですかと、うん、でそのスタッフも新日本プロレスから出向みたいな人もいるわけです。で選手もやばいっすよこれ、このものだとって言って、うん、その時ちょうどテロリストでブレイクした藤原選手を貸し出してもらうんです。はいはいはい、貸してもらうんですね。貸します。それまでは藤原前田って別に何だったら仲がいい、うん、藤原道場の門下生前田宝、うん、なんか知んないけど急に俺が前田を制裁するみたいな感じになり、はい、テロリストキャラですから、はい、で前田も来いよと、で両国のあれです蔵前のメインで、はい、前田藤原っていうのが組まれる。これほんと1000シリーズぐらいに藤原がたまたまブレイクしたんで、うん、このシリーズでこの大会のメインでなりますけど、うんうん、ただの前座レスラーでしょ、はいはい、この間も、はい、でなぜか高田信彦選手も貸し出されてるんですよその時に。でからそれで、まあ、メインで戦う、はい、でこれがねなかなかその本人たち同士ではもちろん流血する結構なんか派手めな要は制裁試合とか言ってるわけですから、はい、それへずつきありとかいろいろあるんだけど、なんか新日本プロレスにはちょっとないストロングスタイル、よりストロングスタイル、男と男の勝負をなんか前田明藤原義明の昔からの絆というか、俺らはその辺のなんかチャラチャラしたレスラーとは違うよと、はいはい、マジの練習してるじゃん俺たちって、はいはい、ガジのっていうののスピリットをお互い持ちながらやってるから、はい、なんか相通じるものがあるんだろうね。ちょっと今までとはちょっと違うプロレスを見せるわけですよ。戦うプロレス、はいはい、もちろん新日本プロレスがアメリカンプロレスだとは言わないですけど、はい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 、なんかいつもよりもハードだったなみたいな、でなんか意気投合してお互い血だらけだけどよくやったみたいな感じになって、うん、まあまあ
なんか、まあ、もちろんもともとは仲良しですから終わるんですね。でも何度も言うように猪木も来ない。ああ来なかったんや、はい、その先ほど言ったフジテレビの企画書、はい、とっくの昔に亡くなってしまうんですね。あなぜならフジテレビは知ってるんですよ猪木が来ないことを。おもう早々と本当に来るんですかってうーんってなってるんだけど本当に長州力、猪木さん来なくても長州力とタイガーマスクお願いしますって、いやってまあそんな感じでだんだんフジテレビははって話違うのってなってガンガラッともうやめたせなバラエティ番組が始まるんですよ。へえすげえ。だからこれ4月にあの旗揚げしてますから、要は4月の改編期に当ててるわけですよ本当は。騙し合い、はあ、すげえ。だからいち早くフジテレビは撤退、もしもその時行ってたらフジテレビでプロレスの中継があったわけです。撤退、結局 UWF には誰も来ない。新日本プロレスで普通に猪木をやってる。で移籍金、新馬久志は猪木さんに移籍金も払ってるらしいです。おお。なのに来ない、はあみたいななりますよね、はい、前田さんは裏切られたと、マジで裏切られたと。で新馬さんはもうこれは俺が責任取ると、俺に任せる、分かった、俺がちょっと俺の見込み不足だった、俺は安藤も信用しすぎちゃったと、申し訳ないと、これこのままだったらお前たちは本当にこれ食いっぱぐれてしまう、だから俺がちゃんとするっつって新日本プロレスに行くんです。おで話をバシッとつけてくるんですよ。それなんかめちゃめちゃ好条件、UWF を UWF 軍団としてこう迎え入れるんだけど、なんかね UWF アワーみたいなのも新日本プロレスのワールドプロレスリングの中に一個作ると、はい、ちょっとコーナーみたいな、はいはい、でちゃんと格を上げて UWF でギャラもなんこんななるとかで移籍金がこれだけもらえるとか、なんかお金の話も全部つけてきて、うん、もうこれで大丈夫だと、お前ら全員こっちに来い、はい、でその話をしっかりつけてきて前田明さんみんなに言いに行くんですよ、ごめんと、うん、もう UWF はこのままだったらお前たちは路頭に迷うから俺は新日本プロレス話をつけてきたと、戻ってくれと、うん、何もそのまま戻れとは言わない、 UWF 軍として戻ってくれればいいから、でちゃんとテレビにも映るし、いや大丈夫と言ったら、うん、分かりましたと、じゃあそうしますってなりかけるんですよ、うん、だけど前田明ハッと見た時に、俺たちはいいと、レスラー、俺たちはレスラーだからどこ行ったって試合できると、うん、でもそこに駆けつけてくれた新日本プロレスを辞めて駆けつけてくれた選手、スタッフ、はい、この人たちはどうするんですかと、それを見てもう僕は UWF にかけますなんて言って入ってきてくれたスタッフを見て、辞めれないと、もう俺はいいと、茨の道でも UWF のために集まってくれたスタッフのために俺はその好条件を捨てるっつって新聞探せば、はぁと、うん、もうバカじゃんと、こんな好条件と思うけど、うん、ごめんなさいと、で記者会見をしたするんですよ、わざわざ、はい、新馬久志プロレス界引退記者会見というのをするんですよ、自分が責任取りますと、でもう UWF はもう新日本ともちゃんと話をつけてきましたって言うと、それを蹴って僕たちはもう一度ちゃんとやりますということでやるんですよ。すごい男気。もう茨の道も茨の道で、そんなああしたところそこにおっしゃーと男気だったらマジ入るか、お正式にって言ってくれたのが藤原組長、出た、そして弟の高田信彦、うわー揃った役者が3人でね、酒飲みながら記者会見ですよ。で前田明さん確かその時入院かなんかしてるんですよね、うん、なんか手術かなんかしてね、でもその日もう記者会見、藤原組長と高田信彦が入団正式にね、うん、新日本プロレスを辞めてこの記者会見あるから今から来いって言われて行って、もう酒飲んじゃいけないのに、もう藤原組長がスポーツドリンクとか言ってさ、ウイスキー飲ませるからさ、入院が抜けて、すごい時代やな酒飲みながら記者会見乾杯って、すごいね、でもそこで藤原組っていうなんか本当に強い新日本プロレスでマジで強い人たちが集まるんですよ。すげえ、なんか幕末の話聞いてみて、すげえな、だから一気にうわみたいな、はいはいはい、その時に多分前田明さん、藤原さん、高田信彦話し合いながら考えたんだと思うんですよ。いよいよやっぱりこれは新日本プロレスと同じプロレスをしてもダメ、うん、全日本プロレスをやってもダメ、うん、ね、
華やかじゃない、俺たちはじゃあ何をするかと、なんか変わったことしなきゃいけないなと思う。もうネタ作りみたいなもんですよ、うん、みんなあんなのやってるから俺たちちょっと変わったネタやんなきゃいけない、うん、っていう時に道場でやってるあれやらないと、うんうんうん、っていう、やっぱり俺たちはさ余計ななんか見せるプロレスやってる場合じゃないよなみたいな、やっぱりより前見てたように道場で俺たちいつも練習してんじゃんと、俺と前田忠敬と佐山この辺の練習でいつも関節の決めやってたじゃんかと、でも試合になったら違う試合をする、うん、あれをやろうやみたいに多分なってたと、うん、ちょっとずつね、うんうん、まあそんなことはしてるうちに結局シリーズに第2シリーズやるってなったのがそれがなくなっちゃったりとかして、結局あのなぜならほら、まあその前ね、要は URF がこの藤原さんが入るとかの前にもうやるって言ったけど石島さんが辞めるみたいな、なくなっちゃった、うん、どうするってしたら、これがね伝説の7月無限大記念日っていうね、後楽園ホールで 2days やるんですよ、はい、これが決まるんですよ、 UW の再出発、はい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 、だからもう今までのそのあの感じじゃない、はいはい、藤原組長も入り、はい、高田信彦も入る、はい、これでやろうという、はい、もちろんまだラッシャー木村さんとかもいます、はい、そこにミラクル、ミラクルですよね、ほう、引退したタイガーマスクが出るんですよ、すごい、はい、ザ・タイガーっていう、さあそれ先生、先生タイガーマスクっていう商標はこれは梶原由紀さんが持ってますから、使えないですもんね、ザ・タイガー、もう嘘だろっていう、引退した去年引退したタイガーマスクが電撃復帰することになったんですよ、うわーね、はい、いやそりゃそうですね、はい、もう少数精鋭の、はい、ほんまに、でなぜかタイガーマスクが辞めてなんとなく路頭に迷ってタイガージムっていうものをタイガーマスクが作るんですけど、その時に路頭に迷ってうちのジムで一緒に練習やろうよ、コーチになってくれよって言われてたのが山崎和夫さん、わすげえな、はい、山崎和夫さんも新日本プロレス辞めてたんですよ、2代目タイガーになるとか噂もあったような、だから高田山崎でもライバルね、若手時代のライバルがあるんだけど、なぜか山崎さんはタイガーマスクのまあ、お弟子という、弟子というか、はい、まあ同じところで働いてたんですね、だから復帰するときに山崎さんも一緒に来るんです、あさあもうこれで揃うわけです、藤原、前田、高田、山崎、佐山、すごいで無限大記念日があるんです、はい、そこでね前田、高田対藤原ザ・タイガーだったけど、まあ、そういうとんでもないカードが組まれて、うん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 、でもちろん2日あってさ、はい、違うんだけど、とにかくそのもう超満員、はあ、もちろんタイガーマスク復活するわけだから、うん、だけど、うん、やっぱりタイガーマスクですまだ、あで前田明も前田明、藤原義明も藤原義明のままマイナーチェンジしてる感じなんですよね、うんうん、ちょっとずつ変えていってる感じじゃん、うん、確かにローリングスバットもする、結局ダイビングヘッドバットもちゃんとやる、飛ぶタイガーマスク、はい、でもちょっとなんかちょっとだけストロングだなみたいな感じにはなってるけど、やっぱりまあプロレスなんだけど、ちょっとまた新しいプロレスを見てるんですよ、山崎和夫がね、ファンタスマって選手と戦うんだけど、いやまあ若手ですよその時、山崎和夫で向こうはメキシコのルチャのすごい有名な選手、それに対してまあルチャに全く付き合わない、なんか山崎選手は吹っ切れてるんだと思う、なるほど、なんかもうルチャの選手覆面かぶったルチャの選手なのにずっとこうやってバーン蹴って、あもうなんかやろうとしても蹴られ、もうなんかそれであれ何これっていう、あ山崎さんも復帰だからね、はい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 、なんかその辺やっぱこれはもうちょっとなんか見せなきゃっていうのもあったんだろうけど、なんか変だな変な人してるなって、はいはい、いうのの流れでそのタッグマッチがあったりとかして、まあなんか UWF ってかっこいいっていう風になるわけよ、なるほどね、でそこからもうとうとうちょっとずつシリーズごと、はい、シリーズごとにちょっとね、まあ、そこにまた木戸治って選手が、あはいはいはい、もう関節記録やっち、はい、関節のね木戸治さんが入ってます、はい、まあ、なぜなら、その UWF にはカールコーチがついたのよ、おお、あそこ全部藤原、前田、佐山全部これカールコーチの弟子だから弟子か、はい、したところカールコーチがいやだったら我が息子舞さんも舞さんですよ、我が息子も呼ばなきゃダメだろうと、はい、それが木戸治ですよ、木戸治も言えて、もう木戸治さんももうわけわかんない、えカールコーチが行けって言われたから行きましたみたいな感じですよ、なんか仲間だったかどうかも知りません、カールコーチが行けって言ったから行ってるんです、
すげえ集まりました。で、はい、キロウさんも中堅選手です、うんうん、そうっすよね。向こうでは、うん、地味な、はい、だけど、ね、こっちの方でちょっとずつちょっとずつ格闘技にだんだん近づいていって、はい、プロレスって言わなくなりました。シューティングっていうのは、ね、もうプロレスって言葉を使わなくなったんです。俺たちはシューティングをやります、はい、で、佐山悟がどん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 ルールを整備していきます、はいはい、ね、もうとにかくロープに振らない、もちろん振らないし、ダウンカウントがどうだ、ロープエスケープは何回まで、はい、うん、もうそういうルールの全部だから、どんどんもう俺たちが今まで 見てきたプロレスじゃないですよ、はい、カンコンワンでロックアップ、はいはい、バンケリーバン、本当にこうやっていくか、で、あの地味だった木戸治選手をバンバン勝っていく感じです、はい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 、なんか大会で優勝したり、はい、藤原組長が佐山悟に勝ったりね、あの無敗の、まあ、無敗のタイガーマスク、タイガーマスクの時は、はい、もうチキンフィングフェイスを、はい、アキレス腱固め、はい、もう全部その時の技ですから、はい、クルックヘッドシザース、はい、全部脇固め、はい、それまでなかった、全部その時に全部やって、はい、ヒールホールド、え、何これみたいな、初めて見る技見て、みんなこんなやってシーンとしながら見てて、こうやってみんな、はい、おーみたいなっていうのをやってやってやっていくという、はい、それでもう UWF は後楽園ホールを中心に満員満員マニアなお客さんをつけていくんですね。すごい。ただまあ都会はいいですけどね、地方、なるほどなるほど、地方は分かりませんよ。チャンネル登録高評価お願いします。お前、相方を